こんにちは、キーです。今回の動画はドローンの許可申請の手続き方法を解説していきます。実体験をもとにお話しさせていただきますが、まず注意点から申し上げますと、10時間以上の飛行実績がある方が申請手続きができることと、保険加入は必需です。あとはこの動画がアップされ始めの頃は変更点が少ないとは思いますが、時間が経つにつれて申請方法の内容が変わってくると思いますから、参考程度にご利用していただきますようよろしくお願いします。ウッキーが取得した日本全国1年間有効のもので、人口密集地、人や建物から30メートル以内の飛行、目視外飛行、イベント飛行などで地上から110メートル以内の申請内容ですから、ご興味のある方は少々要点を盛り込みながら解説していきますので、最後まで飛ばさずにどうぞお付き合いください。それでは始めたいと思います。では国土交通省のホームページからダウンロードしたワード形式のひな型をもとに解説を進めたいと思います。なお動画時間が長くなりますから、要点を押さえながら割愛しても意味が通じる箇所に関しては書き込み要点だけをお伝えする場合がありますが、ご了承ください。上から書き込みの日付、国土交通大臣殿と記載して、氏名、住所、連絡先、電話番号があれば携帯電話で、あと E メールを入れてください。飛行の目的、空撮、飛行の日時、許可、承認の日より1年間、飛行の経路、日本全国、土地管理者の了解が得られた場所であって、飛行マニュアルに基づき、地上及び水上の人及び物件の安全が確保された場所、かっこ急な空撮依頼等に対応する必要があるため、飛行の高度、地表から高度150メーター未満、海抜高度は無記名です。飛行禁止空域を飛行させる理由、人または蚊帳の密集している地域の上空、理由、空撮等の依頼によっては飛行場所が DID 地区に該当するため、第132条2、各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由、夜間飛行、目視外飛行、人または物件から30メートル以上の距離が確保できない飛行、催し場所上空の飛行にチェックを入れています。理由は空撮等の依頼によっては人または物件から30メートル以上の距離が確保できない、夜間飛行、目視外飛行、催し場所上空の飛行となる可能性があるためと記載します。次のページに移ります。無人航空機の製造者、名称、重量、その他の無人航空機を特定するために必要な事項、無人航空機及び操縦装置については別点資料1の通り、無人航空機の機能及び性能に関する事項、基本的な基準への適合性については別紙2から3の通り確認済み、追加基準への適合性については別点資料4の通り、無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項、無人航空機を飛行させようとするものの一覧は別点資料5の通り、基本的な基準への適合性については飛行マニュアルに記載した操縦訓練を実施しており、別紙資料6の通り確認済み、追加基準の適合性については飛行マニュアルに記載した操縦訓練を実施した上で飛行に従事しており、過去の飛行実績または訓練実績等は別点資料7の通り、無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項、航空局標準マニュアル、今回の場合は2の通り、その他参考となる事項は過去に許可等を受けたことはないにチェックを入れます。その下の第三者賠償責任保険への加入状況、加入していると対人対物にチェックを入れて、保険会社名と商品名と保証金額を対人対物それぞれ入れてください。備考欄には事故等発生時における緊急連絡先、ご自身のお名前と携帯電話番号を記載します。
ここから別展資料1に移ります。無人航空機の製造者、名称、重量等は製造番号以外は完全コピーで大丈夫ですが、各仕様がわかる資料に写真を掲載してください。無人航空機の場合は上からのマフカンと真横とフロント斜め上からの写真3枚を掲載して、操縦装置もコントローラーにスマホなどを装着させて全部が見渡せる状態の写真を載せます。あともう1枚は後で出てくる夜間飛行の項目で灯火を装備している写真がいりますので、一緒に撮影しておくと良いです。別展資料に無人航空機の機能性能に関する適合確認書、1. 飛行させる無人航空機に関する事項を記載することも、製造番号以外は完全にコピーしてください。2. ホームページに掲載されている無人航空機ですから、改造していないにチェックを入れます。3. は改造していないので、すべての確認結果にチェックを入れる必要はありません。別展資料3、無人航空機の運用限界等ですが、空撮マービックファンの方ならわかる数値ばかりです。すべて確認しながら完全コピーしてください。別展資料4、無人航空機の追加基準への適合性は、人または蚊帳の密集している地域の上空を飛行、人及び物件との距離30メートルを確保できない飛行、催し場所上空での飛行、各第三者上空の飛行以外を記載して、物件に接触した際の危害を軽減する構造を有することの適合性に、プロペラガード等を装備していないがジオフェンス機能により飛行範囲を制限する、飛行経路全体を見渡せる位置に飛行状態及び周辺の状況を監視する、補助者を配置し関係者以外を立ち入ることができないように規制を行い飛行させると記載して、夜間飛行の適合性には灯火を装備していると記載して、その赤く灯火した写真も掲載します。目視外飛行の適合性は、機体に設置したカメラにより機体の外の様子を監視することができると記載して、先ほども使用したフロント斜め上の写真を掲載し、自動操縦システムを装備していないが補助者により常に飛行状態や周囲の状況を監視し、関係者以外立ち入ることができない場所で飛行させることによって安全を確保すると書きます。その下の地上において無人航空機の位置及び異常の有無を把握できることは、プロポのモニターに機体の位置情報や GPS 電波の状況、機体の異常の有無が表示させるようになっていると掲載し、先ほど使用したコントローラーの写真を貼り付けます。その下は電波断絶等の不具合発生時に危険回避機能が正常に作動すること、 GPS 電波断絶等の不具合発生時には Go ホーム機能、自動機関機能が作動すると書きます。別展資料5、無人航空機の飛行させるものの一覧にはご自身の名前、住所、無人航空機の名前を入れてください。別展資料6、無人航空機の飛行させるものに関する飛行経歴、知識、能力確認書はご自身の名前を入れることと、確認結果に丸をつけて最後に筆跡とご自身のお名前を入れて、郵送ならば印鑑を押します。最後の別展資料7、無人航空機を飛行させるものの追加基準への適合性には、ご自身の名前と総飛行時間や夜間飛行時間、目視外飛行などの練習や訓練した時間を記載すれば完成です。ちなみに物件投下経験はウッキー自身経験したことがないので0回にしています。頑張って作成にトライしてみてください。以上、本編の解説は終了したいと思います。はい、一通りの提出内容を解説してみました。提出先は現在ご覧のこの2箇所になっていますから、当事者様の管轄内に提出してください。直接持って行っても、郵送でもメールでも良いです。ちなみにウッキーの場合は、返信封筒とともに郵送で提出しましたが、内容に不安がある方はぜひメールでの送信をお勧めします。
なお、訂正箇所があった場合でも、的確に修正箇所を教えてくれますから、心配することはないです。ひな型はワード形式になっていて、リンクを記載しておきますから、ダウンロードして PC で打ち込むか、印刷して直接書き込んでも良いです。ご自身で一つ一つ確認しながら書き込み、国土交通省のホームページからダウンロードできる今回の場合は、この場所を特定しない申請について適用の、この国土交通省航空局標準マニュアル2です。標準マニュアル2ですからね。を読み、それらを、の意味を理解することで、より責任感なども出てきますから、必要とされている方は、ぜひ直してみてください。なお、わからないことがあった場合でも、ウッキーが利用した無人航空機専用ヘルプデスクがありますから、電話すれば丁寧に教えていただくことができます。わからないことはその都度直接確認することをお勧めします。以上で今回の解説は終わりたいと思いますが、ウッキーチャンネルをこの動画で初めて知った方はこんな感じで、たくさんのバービックプロ関連の動画もアップしていますから、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。